ついにラーメンの油を集めたくなる瞬間って、ありませんか？ない、この動画終わりじゃねえか。やっぱ3年もゆっくり実況やってると嫌でも自分たちの技量の低さが分かってくるんですよね。と言いますと、例えばうちらのツッコミのレパートリー、明らかに使い回しが多くないっすか？確かにぶん殴るぞとか基本暴力で済ませようとするもんな。ぶん殴っとけばなんとかなる精神どう考えてもおかしいでしょ。私らは昭和の熱血教師か。とご覧の通りまだまだこのチャンネルには不満がいっぱいあるわけですよ。大嘘だな。なので一度はチャンネルを見つめ直す機会があってもいいんじゃないかと。大嘘だな。ということでラーメンの油集めていきましょう。油なんか集めてねえで日本語学んでこい。ラーメンの油集めながらチャンネルを振り返る。うん、ラーメンの油集めながらチャンネルを振り返る。うん、ぶん殴るぞ。だからそれだよ不満の原因。ほーらすぐ暴力沙汰起こそうとする。ほら一回油集めて発散しよう。助かるぜ。なんで私には素敵な出会いが訪れないんだ。このプライベートの不満じゃねえかよ。てか乙女ぶってんじゃねえぞ暴力ゴリラが。ほらこの流れとかも絶対みんな飽きてるって。確かにおめえのその顔親の顔より見てるぜ。はよ実家に帰って親孝行してこいやで。どうよ油集めも意外と落ち着くだろこれ。私らはいいけど視聴者こんな動画見ねえだろって。もう何よ油集めに文句あるならはっきり言いなさいよ。全部に文句言いてえところだが、まずいつまで油集めてんだ。さっさと帰れ。ラーメン屋の醍醐味奪うんじゃねえよ。てめえ二度とラーメン屋行くな。ほら時々ラーメン屋で食い終わったのにいつまでも帰らない客とかいるでしょ。まあ確かにスマホに没頭してたりずっと友人と会話してる客は見たことあるが、あれ全員油集めてっから。特殊な宗教か。つうかこんな動画編集するぐらいなら失踪中のシリーズ編集しろよ。それこそクリエイトとか。そう実はこうして現実逃避してるのもクリエイトに問題が起きましてね。なんだ何か起きたのか。実はクリエイトの80日目以降の録画データ紛失しちゃったんです。あ、これ二人だけの秘密ね。もしもし世間に公表してますよ。いつまで経っても初歩的なミスを犯すという、これもこのチャンネルの不満だよね。でも動画消したつもりはないし録画もできてたからどっか落としちゃったのかなって。ふーん、それなら仕方ねえかとはならんやろうがい。おうだったら撮影し直せばいいじゃねえか。と思うじゃないですか。実は撮影終わった時クリエイトのワールドも消しちゃったんですよね。ラーメンの油で溺れやがれ。ご褒美じゃねえか。油で脳みそとかしちまったんか。そう私こそが、4次元から来ました油星人白霊霊夢です。誰が初期のアイドルじゃ。まあこちらは裏で何とかしますので、クリエイトはもうしばらくお待ちください。快感エンジンも近々出すから安心してくれだぜ。さて話すこと話したし油集めよっと。やっぱ油集めは楽しいな。ぶっちゃけどうなん。楽しいわけねえだろ。こちとら2分もラーメンの油集めてんだぜ。2分も油眺めてたらゲシュタルト崩壊も起きるわ。油って何でできてんだマシュマロ。ゲシュタルト崩壊っつうよりただのアホじゃねえか。誰が油星人だ。耳の穴油で塞がってんのか。てか油星人ってなんだよ。ごめんマリサ私もう限界。今の私の実力が知りたいという理由でこのゲームの編集させてみたが、結局お前の実力じゃ3分が限界だったみてえだな。結局は私もまだまだってことか。よし決めた。いつかこのゲームで尺8分超えてみせる。もう二度とやるなこの企画。